まあ、ニュースとかいろんな映像とかで不安を通したものの見方、現実はいつも中立です。でもそこに不安が混じった音を出してしまうと、その事柄がとても不安に満ちたものに感じます。で、現実は中立でどうとでも変わっていけるんだけれど、そのいつも使っている不安、まあ、向こうから招待状で不安を落としてくると、自分の中にも不安があるから、それにチャンネルがあってしまう。そうすると自分も未来はこうなるんじゃないか、未来はこうなってしまうんじゃないかというものの見方を今までやってきて、そして私たちは信念を持って、やっぱり現実はこんな風になってしまうんだっていう体験をしてきたんではないですか。でも今ね、もろもろの私たちが地球で使ってきた低いとされるネガティブと言われる周波数を手放して、元の自由な無限の可能性の何とも言えない平和で調和な愛に満ちて本当の自分自身の意識に戻っていくことができるんです。だから気がつこうとしている出てくるさまざまな居心地の悪い周波数を現実に貼り付けて使うんじゃなく、手放して自分の中を、分離した自分の中を一つ戻していくことができること、そしてあなたに戻っていくというのは平和、調和、雄大な宇宙と同じ何とも言えない満ちた意識に戻っていく、目を覚ましていくことができるんです。そしてその意識で未来を生み出していけるんです。ワクワクを力に、喜びを、そして無条件の愛を持ってこの惑星をみんなで一人一人がその周波数を選んで体現していく、ああ未来はきっとこうなるっていうワクワクを出し始めたら、その共振が流れを変えていきます。それは一人がやっていくのではなく、みんなそれぞれが自分にとってワクワクする、心が喜ぶようなビジョンを見、その共振で今起きている波動を下げていく流れを今度は上昇に変えていくんです。平和へ、調和へ、何とも言えないワクワクする満ちた惑星に変えていくことができるんですよ。私たちの意識はね、そんなワクワクの意識になったらね、ああいうものを生み出し続けることができなくなるんですよ。対応できる、できないものがあると私たちはただ単に波動を下げ、自分の力を忘れてしまい、自分が完全だということを、どんな現実が起きても対処できるということをすっかり忘れて、そして頼るという生き方を選んできましたね。自分ではどうしようもないことがあるという、そういった信念を持ち、自分ではできないから人に頼ったり誰かの下についたり、そんな誰もがストレスを感じる生き方を終わろうとしてるんです。まあ終わろうとというか終えていけるんです。あなたが望めば、今までもきっとこの地球でそういう情報がポン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 って出てきてたと思うんですよね。でもその時はまだ流れが外の現実についていく流れ、または外の情報についていく、誰かの下につく生き方の流れが強かったために、立ち止まることができなかったのが、今まさに立ち止まることができて、仰ぎ見る空のように、今までのものの見方じゃない、もっと現実を良くする、地球が平和になっていく、地球が良くなっていくものの見方があるんじゃないかというふうに立ち止まって、仰ぎ見る空のように、今までのものの見方じゃないとこから来る高い視点の情報にチャンネルを合わせるチャンスをみんな作っているんです。あなたもそうだと思いますよ。あなたも主人公選んでください。